なんか大津さんが僕のマンションを解約するとかっておっしゃってますけど、ごめんなさい、僕のマンションっていうのが、僕が住んでる六本木のマンション、はい、もうやれるもんだったらやってくださいって言っといてください、はあ、ちょっとその話私よくわからない。